はい、では続きやっていきましょう。しょっぱなからね、ぐだりましたね。金が足りなかったとは。サスケ、それをなぜ言わぬ。いやだってね、俺様のせいじゃないよ。あんたも親方様もみんなにばらまいてるだろ。サスケには蓄えなんかあるわけないっての。ならば次の手を考えねば。その案は俺様の検閲を希望するね。かわいいな、もう本当に。はい、だってまあ縛りさっきのバサラ技のみっていうのを失敗しましたからね。他に親方様が認められている方々は、ってやつをやってみようかどうか。だったら島津と立花だな。しかし立花は主の命なしには動かないとなると鬼島津殿でござるな。あのお方は無事の憧れ。怖いな。行くぞサスケ、中央突破。一点突破ですよ、中央突破。南の果てだよ、最果てだよ。あんな遠くまで行くの。大丈夫ですよ、バサラだから。というわけで、熱血大噴火あまり使うことないじゃないんですよね。なかなかこうタイミングが合わないというか、そんなことやってられ、ね、バコバコやられるというか。進軍さてどこに向かい、一等打一択かい。三成かそれこそ熱血大噴火なんかやってる場合にはない気がするんですけど。無連脚もなぁ、発動するまでなかなか、まあいいやって、決断不可で。じゃあ、どうしましょう、通常技のみ。きついな。じゃあ、ここの通常技のみっていうのはちょっとやめてみましょう。一体どこで使うんでしょうね、わからん。どこでやろうとするんでしょう、自分は。とりあえず、三成とか無理な気がします。はい、というわけで普通に行きましょう。行くぞ、この一戦で未来を開く。頑張って。はい、というわけでやってまいりました、大阪冬の陣。今からくじゃねえ、馬の用のやつつけてくるの忘れたって思いましたけど、ソングつけれねえんだから意味ねえわ。秀吉様、どうかあの者を尽滅する許可を。ダメ。いや、ちょっとすいません、今ちょっとあの舞台の、あ、ごめんなさい、私今ちょっと舞台の三成のね、ちょっと爆笑シーンを思い出して思わず吹いてしまった。いや、三成面白かったですよ。はい、官兵衛さんとのやり取りが非常に面白かった。というわけで、さて、いた、ほい、よいしょ。いやー、本当にね、三成と官兵衛の乱暴やり取りがすごく面白くて、千秋楽、あの名古屋の千秋楽ではもっと面白いセリフが追加されてました。いや、面白かった。で、家康とのね、やり取りも、家康がなんかあれ大丈夫家康ってなってましたけど。DVD 楽しみだな。どこが収録されるのかな。名古屋かな。名古屋千秋楽が収録されるのかな。こういうなんか自分の見てるやつが収録されてほしい。あ、でも私名古屋千秋楽は大阪でライブビューイングで見たんですけれども、大阪でですね、映像障害がございまして、はい、一部シーンが全く見れなかったんですよね。もう冒頭全然ダメで、なんか最初から音声がちょっと途切れてるなと思ったんですけど、オープニング入って激しい盾が始まった瞬間にもう映像乱れる、音声も途切れる、何も見えなくなったり何も聞こえなくなったり、もうやばかったですよ。で、最終的には、一旦システムを再起動するとかで完全にシャットダウンして10分ぐらい、待って再開になったんですけど、まあ、その後は無事に何事もなく上映されたんですけど、いや悲しかったな。川中島が完全にスルーされたからな。ね、五十郎と前田夫婦のやりとりもすげえ面白かったのに、あそこも完全にもうそこが終わる直前でしたからね。映像再開した時には悲しかったな、見たかった。うっつあう、ほいほいや。いやー、でも2の舞台非常に面白かったです。と10月か11月に新しいのをやるらしいんで、それも楽しみですね。見に行けたらいいな、生で。やっぱ舞台は生ですよ。ライブビューイングはな、やっぱりな、あれですよ、カメラワークがね、やっぱ問題なんで、いっそのこと全景を映してくれたらいいんですけどね。そのメインで喋ってたりなんか行動している周りに誰かがなんか小ネタをやってたりとかする、結構それを見るのが楽しいんですけどね。いや、でも面白かったな。宴会もすごい面白かったですよ、最後。あの選手たちもね、あうち親方様がいる時点でも武田君は大変なことになってますからね。でね、それに負けじと伊達軍も面白かったな。あーうち
なんか時間かかってる、なんでだろう。おい、この島サコンとやらがすげえ強いぞ。はい、早く開いて。あ、ちょっと待って、どうしよう。ブーストを貯めてからの方がいいかな。ブーストを貯めてからの方が、なんだっけ、戦車天君をさっさと倒せるんですけれども、敵がいねえな。敵が全然いねえな。82、83。あー、もういない。どうしよう、戻ってもいないだろうな。戻っても敵は全然いないかな。いねえ。じゃあもうこれで行くしかない。ちょっと86まで行きましたけど、ブーストが溜まりませんでしたね。ブースト溜めた方が早かった。これはおにぎりかな。違ったー。そうか、あそこに一列に並んでるやつを倒しても足りないかな。足りなさそうだな。うん、よいしょ。88、ほい、足りないか。もう10人ぐらい欲しいな。ちょ、待て、いい、こいつ邪魔。よいしょ。90、うお、危ない。91、92か。今グサッとやれたな。あー、足りんかった、残念。というわけで最初にバサラ技をぶち込むか。よいしょ、ほい。ちょっと違った、こっちだ。さあ、テイク。そう、喋りたかったことは、あー、でもな、小次郎が出てからでしょ。うん、その時覚えてるかどうか謎ですけど。いや、すごい面白かったですよ。伊達君の宴会がすっごい面白かったんですよ。で、小次郎の某ゲームが非常に面白かったんですよ。名古屋選手も大変なことになってましたから。ブート島とはまさにこのこと。よいしょ、えいけい。うん、サスケ頑張り未来。いけ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 。途中で終わるな。よいしょ。うん、おお、危ねえな。あ、痛い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 。無理やり言ってんな。あんな車には乗りたくないな。ほい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 。ちょっと回復しにかます。ちょっとカメラワーク。ちなみにここにいたら平気なのか、よくわからないですけど。よし、かぶるな。ほい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 、おい、やっほい。もうちょっとでたまる、もうちょっとでたまる。さっきの一番最初のバサラゲージを取らなければよかったな。ははは、ほいほい。まだ来る。さあ、どういう技で来る。まず、あ、動くのか。うー、ホーミング。うー、ララララララ。待って、大劣化をやってんじゃない、大劣化をやってんじゃない。動くよな、動くよな。さあ、どうする。物が相手からの方がいいよな。よし、ほい。これで攻撃を受けても平気だし。でもな、バサラ技の攻撃力すごくねえか。よいしょ。間違えた、今火柱のつもりだった。おう、さあ、もうちょっと来るしな。あ、サスケ引かれてんじゃねえよ。まだ動くか、まだ動くな。おう、うん、もうちょっと追っかけるのも、なんか非常に迫って聞こえた。ランダムか。オッケー、あぶねえ、今ちょっと雷撃食らうとこだった。秀吉様の残された力の象徴が、どこが開くんだっけ。この辺かな、ここか。うん、三つ、いいから早く橋を下ろしてくれ、時間がかかってるんだ。やっぱり攻撃力も低いんでね、なかなか時間がかかりますね。切ればいいんですけどね、こういうとこ。まあいいです、ゆっくりやっていきましょう。ここやっぱ時間かかるよな。天君いるし、大谷さんも三成もいるし、結構きついよな。20分コースかな、もうちょいかかるかな。普段だったら多分20分以内には終わりますけれども、今回はやっぱ装具とかついてないんでね、武器も弱いですし。250かな。はい、
主に不幸の針を打ち込んでやろう。おいしょ、やめて。よいしょ、苦しいよ。うん、そうだね。よいしょ、間違えたよ。なんか普通に間違えたわ。ほいほいほい、三成様に続け。ほい、ちょっと待っていい。豊臣成。ほいほい、やほい。昼め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 。あんたが戦うだけなら。あー、行き過ぎだよ。もう雪村結構前進しちゃうからな。出過ぎたらまた皆に見められるから。おー、ブレイ。出過ぎたらね、通り過ぎちゃうからやめてほしいね。あ、ここはあそこだな。でもめんどくさいな。よいしょ、おい、大変会計。よかろう、これで企みの半分を出した。敵、あ、いるわ、まだいるな。ほいほいほい、はい、あいつら。ほい、雪村はどんどん前に行っちゃうから。おー、なんかここに。まあ意味ないですけど、道を行くか。道を行くか。よし、受けろ。はい、やめる。もうやめる。今ジャンプでダッシュができなかったね。はあ、下手くそだな、本当に。あそこ難しいんですよね、アナログスティックだと本当に難しい。行け、殴られる。よし、痛えな、本当に。落ち着け。ほい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 、殴られるな。アウチ、きついな。オッケー、回復を回復を。よいしょ、オッケー。おー、なかなか厳しいぞ。一応バサゲージ回収。痛い。どっちだ。で、次、バサラ技を一発撃つか。踏んで、よいしょ。よいしょい、ほい。貴様らは私を決して裏切らない。お尋ね者逃走、もうどこにいたのかさっぱりわかりません。足りねえ、足りない。普通の雪村だ。あ、痛い。誤りであったか。うおお。待て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 、危ない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 。サスケいるよね、サスケ生きてるよね。よし、危ない危ない。ただいま。普通にやっててもこれだからな。危ないな、やっぱりこの装具がないのが、防御力がないのが非常に怖いですね。ちょっと敵をできるだけ倒していきたいところでもありますけれども、とっとと行こう。確かこの下、この下に、おい、よし、よし、じゃあ最後の陣潰していきましょう。自分で倒せるかな。こっちから入るより、よし、こっちから入った方が近い。よいしょ、主は勝つ。たった今我が進めた。よし、お任せ。ほいほい、頼りねえけど、いけるか、頼ってほしいんです。いけるかな、いけるか、いけないか。ほい、死んでる暇なんかねえだろ。そうだね。そうなんだけど、ギリギリだ、ギリギリすぎる。ちなみにあのセリフ聞けんのかな、ここで。オッケー。あのセリフっていうのは、まあサスケの某サンプルボイスなんですけれども、まあそのボイスが多分雪村が死んだ時なんだろうなっていう感じはするんですけれども、いてー、痛ー、回復したよー。よいしょ、よいしょ。さあ、これ大谷さんきついな。よいしょ、大谷さんは遠距離系だしな。これはバサラかな、やっぱりね。さて、さあ大谷さんところに行くんですけれども、しかしきついな。よいしょ、あ、止めなかった、止めなかった。ここの登山も全部取ったしな。こっち、こっちかな。うん、大谷さんとこ行く前にだよな。で、ここに一人、こいつが、こいつが、めんどくさい、めんどくさい。私の、あ、ごめん、また三成やっちゃった。このタイミングでいつもやっちゃうな。てか三成しゃべり出すタイミングが悪い。そこ切れるから、絶対に。もう我にはわかる。どうしましょう、ジーンを先に潰す。さあ、いや、しかしな、あれが降るまで我に付き合え。三成ブースト、ブースト熱血大噴火バサラ技、これを大谷さんで使って大丈夫なものか。難しいな。
バサラ技一回使おうか、とりあえず。で、多分溜まるし、で、その時にブーストバサラ技。かな？